スターピープル岩戸開きチャンネルご視聴の皆様いつもありがとうございますマーサロミュウです今日はゲストに日笠蘭さんを迎えして礼イについてまたいろいろお伺いしたいと思います、はい、日笠さんよろしくお願いしますよろしくお願いします礼イの文字っていうの割と自由自由なようでいて決まり事があるようでさらにまた自由な、ね、印象がありますよねえー、あの。 一見質純とか、うん、そ,のそういったものを明かせられないことになっているんでね自分で礼儀するというか書いているうちに悟るっていうのがあの、まあ、基本的なものになっていたんですけれども、うん、とだんだんこう書いているうちにね筆が。 勝手にこう行ったらこう向かうよねっていうのがこう走るのがだんだんできてくるようになると書、はい、け順というよりかはこう、うん、なんかこう波に乗ってるっていうような域に行くと書けるようになってきます。うんうんうん なね、そうですねか書き順こっちから先ですよねなんて言ってるうちはまだちょっとレーフの力は <laughs> <う> <laughs> あの漢字の書き取りの練習と同じになっちゃうんで,そうですね。 筆を入れてこっち来たら風に乗ったらこっち来るよねみたいなそっちのこう宇宙とこう一体化してきたりとかすると筆がくくくる回るるる回よううになってくるってていう感じですかねレフというとやっぱり手短な原生利益っていうんですかね、はい、恋人が欲しいとかお金が欲しいとかっていうところから始まると思うんですけども。はい お伺いするとすごく奥深いなっていう感じがありまして <laughs>、はい、やっぱり神様に近づいていくほどそのパワーもすごくなるっていうね、うんはい、人間の目覚めと近いものがあるなっていうのは感じたんですけどなんかそういう段階みたいなのもあるわけですよね、はい。深深海海というううんんでですすかかそね限界と深海の間になんかこう 段階がやっぱりりいくつかありましてあのはっきりとしたこっからここの段階っていうような区切りはなくてうっすらとこう上がっていくっていうようなあの仕組みになっているとあの勉強したんですけれどもあの私たちがこう今生きている中っていうのは目に見えるものを達成して、えー、と成功した形があって、えー、とあ,るあるもの で「安心したりとかで働いたからお金も儲かるし家もあるよね」みたいな感じの目に見えるものであの動かしているんですけれども、えっと、そのそのもうちょっと上の方になると「剣の雄」っていう優誘拐の雄なんですけど、えっと、そこの段階になってくると人間のその精神の部分に働きかけていく世界があります。でそこは、うんと まあ、目に見えないものと、えー、見えるものとこう混在しているようなところであるんですけどそこをもうちょっと通過すると,、えー、と今度「雄、えー、の剣」っていう見えない世界の、えー、剣在的なものなので、えー、なんかこう抽象的なんだけれども、えー 具体的にあるみたいな形で、ここからあの霊界っていうのが出てきて、え神様の具現的な力とかがここの世界に入っていきます。で、その上に行くと、えっと有の優っていう世界がありまして、えっと抽象の抽象っていうからないんです。ない。ないあるけどない。<laughs> <出た S 2> <laughs> でここ <laughs>。 <laughs> ここまで行くとあのもう精神世界の精神界っていうところなのでね、うん、でこ,ここの領域に冷、えー、風とかあの字,字を持って流頬文字とかの字を持ってねはい、はい、働きかけていくっていうことをやるので、えっと、すごくこう。 エネルギーっていうかこう波動がぶわっとこうあが上がっていく、ね。かなりトップのトップですね。だから人間のコーを持って <laughs> あの書くっていうの、剣の剣にいる私たちとか、はい、言うの言うまで飛ばなくちゃいけないっていうはい、はい、<laughs> ところの段階なんですけど、はいはい、レフもあのすごくあの現実社会に強いレフとまあだん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 違ってこう上に行くっていう段階があるので、ね、<ー>えっと書きながらあのこう 上げてていいいいくっていうやり方も楽しい使い方かなって思いますだん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 上に行くほど、うんまあ、無に近づいていくほど、うん、そのパワー逆比例してというかパワーも上がっていくわけですよ、ねはい、で最終的にその無に近づくと、うん、逆に言うと最初の現世での望みとかは結構どうにでもよくなっちゃうというか。<laughs> はい 感じはありますよねそうですねそうすだってあのなな何にもないんだけれども自分が望めば精神的に望めば叶うってことが分かってはっきりと分かるからあえてそんなにすごい,すごい欲望を持たない、うん、本当に欲しかったなって思えば出てくるからうまあなんかこうのほほんとする感じあえて。 それがいいとか悪いとかは分からないんですけどあか,かなり、えっと、細かいなんか礼ななフを書いてる人も、うん、書いてもらう人にしても、はい、そういうものっていうのはやっぱりなんていうか。うん 自分自身がクリアになっていったりするもんですかね。そういう霊府に触れていること。そうですね。まずでも自分が幸福にならないとえっとダメなので、うん、現状を、えっと、満たされていってどんどん願いが叶えていくと人間の欲望は本当に尽きないので、うん、えっとじゃあその先その先っていくとどんどん多分こう精神界の方に入っていくのでね。うん、うんえっと。 そうなると具体的なものの欲求が減ってくるっていうような感じになってきます東さん今日はありがとうございましたありがとうございました